でもう一枚上げて、もうここで軽いギア、そうそう、でもっとアウト側、ラインがもっとアウト、そう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 、でこっから右のライン、内側行ったら傾斜がきつくなるから右のライン、そうそう、もっと力抜いていいよ、力入りすぎ、そうそうそう、踏む力抜いて、そう、ラインはアウト、で最後の周回はここがゴールだからね、はい、この先の右コーナーの先がゴールだから、はい、多分最終周回はみんなこのラインじゃなくて内側のライン通るから、はい、こっちの急なラインね、はい、誰かが内側通ったら必ずそいつはアタックラインに乗ってるから、はい、こいつは絶対行くって思った方がいいよ、はい、最後の周回は必ずイン側のラインに乗ること、はい、で最後ここはゴールだから、はい、そうそうそう、で少しここで回してここでアウター、そうで、リアを一段ずつ重くする、そうそうそう、ここも目いっぱい、ラインはアウトインアウトね、アウトからインに入る、そう、そこからイン、オッケー、ここでインナーいいよ、インナーオッケー、インナーインナー、はいはい、でここは思いっきり漕がないで少し踏まない感じ、ここで踏んでいくと最後がきついよ、おそらくここはね、その未登録レースじゃお見合いになるから、ここでペース上げるやつは絶対いないから、はい、ここはリラックスしてこうこと、はい、ここで上げていくやつがいたら、はい、そいつは相当強いやつだ、でこっからまた登りが始まるから、はい、落ち着いて一個ずつ上げていく、そうそうそう、もうそれでいい、あんまり心拍が上がるようだったら少し抜き気味でもいいからね、そうそう、そんな感じ、リラックスする、で垂れてきたら上半身の力を使う、おへその奥に力入れてお尻をバンバン動かさない、そうそう、落ち着いて膝を上げる、膝上げて上げて、そうそうそう、大きなペダリング、もうちょっと、この左回りが頂上だからね、で下りが見えたらちょっとずつ今みたいに、そうそう、上げていく、お、いい感じいい感じ、
こっから全開、トップギアで全開。